皆さんこんにちはそれでは2017年ここが出た管理業務主任者本試験解答速報の規約適正化報道を担当させていただきますレックス専任講師の太田ですよろしくお願いいたしますはいそれでは2017年平成29年度の管理業務主任者試験皆さんお疲れ様でしたまあ手応えはどうでシしたでしょうか 先週マンション管理士の試験を受験された方もいらっしゃると思うんですが、まあ、引き続き今回管理業務主任者の受験をされたという方もいらっしゃると思います。まずあの全般的な、まあ、私の個人的な試験になりますけども、まあ、この本試験問題の評価まずあの全般的に法令系、まあ、それからあとは実務会計系ですね、えー、問題としては、えー、昨年 と、比べてみても、まあ、さほど何か難しくなったとか。あるいは極端に優しくなったという感じではないんですが。ただ、やや全般的には。まあ、法令系、あるいは。えっ、ー、と、実務会計系は、まあ、優しい問題になっているんじゃないかなと思います。まあ、特に、あの条文中心の問題が多かったように思われます。まあ、それに対して。えー、建築設備系は、まあ、これ例年通り。優しい。基本的な問題もありましたし。 また難解な問題もありました、まあ、ただ過去問ですでに主催されている問題もいくつか見受けられているので、まあ、過去問しっかり学習されている方であれば、まあ、それなりの点数は取れてるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、個人的には全般的には、まあ、昨年を例にとりますと、まあ、極端に難易度が上がったとか、まあ、下がったとは言えません。個人的にははやや、えー、と優しいいいいかなという印象を受けています、はいで 個別的に今回の試験問題の内容を見ていきますがまずあの最初に規約的成果法等々をご紹介しましたが、まあ、問題の順番から、えっと、見ていきますと標準管理委託契約書ですね問いの7番目から始まってきます。 この委託契約書なんですが、まあ、設備系に関係するものも今回増えているので、まあ、全般的には例年よりも委託契約書は増えてます。まあ、ただ、だえっ、ー、と問題の番号としては789。これはもう毎年えっ、ー、と定番の。何でしょう？問題番号になっていますよね。で、内容的なものを見ていきます。と、まずあの問いの7番目8番目、えー、これは過去に被災されてきた問題で、また条文の規定通りに。 即している問題なのでま内容としてはえさほど何かえ目新しいというものではなかったと思いますまた難易度からしてもまあ、条文の規定しっかりと、まあ、理解しておいてもらえれば、えー、と正解を出すのはこちらもまた難しくなかったと思いますただまあ、少し細かいことなども聞かれていたり するので、まあその点でしっかりと条文知識がないっていう方は、もしかしたらうまく点数を取れてないかもしれません。ただ、いずれにしても七番目や八番目の委託契約書の問題は、まあ個人的にはさほど何か新しいという論点ではなかったと思います。それに対してあの問いの九番目です。問いの九番目は、まあいわゆるマンション管理業者が宅建業者から まあ、いわゆる情報開示ですね。これを求められたときに管理区合に代わってその対応していくわけですが、まあ、その規定が改正されました。で、ここはまあ被災される可能性が非常に強かったわけですえ、そしてえー、と予想通り被災されてるんですが、まあ、内容的にはまあ、もう少し細かいところ、あるいはひねった。問題がまあ、出てくるのかなとは思ってはいたんですが、うんとまあ、4番目。 これを現在不適切としていますけれども、まあ、1、2、3、えー、これはもう条文のもう規定そのものですから、何かコメントなどの細かいところから出されているというものではなかったわけですね。また、あ、がいまして、その点からすると、まあ、難易度としては決して難しかったものではないと思っております。はい。えー、そしてあと、問いの10番目から、まあ、いわゆる小学訴訟ですとか、 滞納管理費に対する措置などに関する問題、えー、そしてあとは、えー、標準管理規約からの会計に関係するもので、まあ、例年の問題通り、えー、ここは主催されてます、まあ、特にあの問いの10番目の少額訴訟ですねこれは管理業務主任者でもこれまで度々主催されてきています。ままた問題ととししてても、まあ、表現の仕方はは多少違いますが、まあ、正解としては、えー、4番目 えー、小学訴訟は、まあ、1回の裁判で終わりにするっていうものですから、えーっとまあ、いわゆる、えー、控訴とか上告これ認めていませんでしたよね、えー。したがってそれが分かってもらえれば、まあ、4番目は、えー、っと誤りということはすぐに分かっていただけると思います。えー、それからあと11番目11番目はあのすぐに丸ツがつけられるものもあるんですが、まあ、特に1番目とか2番目ここが少し。 えっと迷ってしまったかもしれません。えー、ですので、まあ個人的には十一番目はもしかしたらうまく点数を取れなかった方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。えー、そしてあと十二番目十三番目、まあいわゆる標準管理規約からの会計ですとか、まああとは会計に関係するものとして考えていいんでしょうかね。あの役員関係のもの、これが十二十三と続きます。え十、ー、二番目は、えー、現在。 えっと不適切なものとして2番目としていますが、まあ、これなどは問題部見ていただくと、まあ、管理組合は目的を問わず必要な範囲内において借り入れを行うことができず、できると書いてあります。まあ、目的を問わないなんて規定ありませんでしたから、これはすぐにおかしいと気がついてもらえる問題だと思います。で、十三番目は漢字に関係するものです。で、この漢字に関係するものは、えすでに改正が えあって、まあ、去年それに基づいて本試験が実施されてるんですが、まあ、その対策もまあ皆ささん受験された方されれてててあの十分に対策してこらいると思います、えー、ただ個数当て問題ですから、まあ、少しでも迷ってしまうと正解がうまく見つけられなかったと思いますが内容自体はもう条文そのものですからしっかりと漢字のこの規定が分かっていれば、まあ、答えを出,せる出す分にはさほど難しくなかったと思います。はい それでは飛びまして今度は問いの28番目ですまあ、先ほども言いましたが委託契約書例年3問出てるんですけどもここはさらに委託契約書追加されてますまあ、今後同じような傾向が続くかどうかは分かりませんが、まあ、委託契約書の問題として出てるわけですねただ内容としては管理対象部分がどこなのか まあこれはどちらかというとまあ、区分所有法ですとか標準管理規約ここも含めて分かっていれば答えは出せるはずですまあ、ただこれも個数当て問題ですからまあ、少しでも迷ってしまうと答えがうまく出せなかったと思いますただ内容自体はさほど難しいものではないですえそれから飛びまして問いの31番目ですねえー、と管理業務主任者の試験ではまあ、標準管理規約の断値型が出てくることはさほど多くありませんただ今年は 出てきているわけです。で、内容的には難しいと思います。えまずあの一つとしては団地型の規定まで学習されている方はまあ、少ないと思います。まあ従いましてこの団地型の規定としてどういうものがあるのかということが分かってないと正解が出せなかったと思います。で、今回の問題はまあいわゆる団地管理組合で当の管理をしているわけですが、まあ、その時に団地管理え組合の総会これを 減なきゃいけないのかどうかっていう問題です。で現在ではこの31に関してはえっ、ー、と一番目これを不適切と考えてます。これはえっ、ー、とこの A 党の各党修繕積立て金の取り崩しはえっ、ー、と A 党の党総会ではなくて団地管理組合のま総会の決議を要するとしているからです。まあ、その他2番目とか3番目4番目まあ実はこれ、えー、団地管理組合で党の管理をしている場合でもこの えっと2番目、3番目、4番目にあたることはこれは闘争会で決議していくという決まりになっているんですね。まあ、ただそこまでしっかりと分かってないと、ここは答えが出せないので、まあ、個人的には得点はしづらかったと思われます。はいえ、そして次にえっ、ー、と32番目の問題ですね。えっ、ー、と32番目はまあ、理事。長がその職務を行うにつき。月理事会の承認。または決議を。 要するもの要しないものこれを聞いているわけですで内容的にはもう条文の規定に沿ったものそのままですただここもしっかりと整理して記憶しておかないと答えをうまく出せなかったと思,思われます、まあ、その点では一見優しそうには見えるんですが、まあ、ここは少し答えが出しづらかったのかもしれませんね、はい、そしてあとは問いの三十三番目、えー、これ役に関係するものですこれ現在は三十三番目この足の三番目が まあ不適切と考えてますが。まあ、これは専門委員会の設置ですよね。まあ、どこの権限によって専門委員会を設置させるのか、これは理事会です。で、これは過去にも主催されたことがありますから、まあ、そこに気がつけば33番目などはま簡単に正解が見つけられる問題だと思われます。はいえー、そして飛んでもらいまして。えっ、ー、と今度はマンション管理適正化法ですね。 で適正化法今年の問題なんですけども、えっと、個数当てに関係すするもののがこの指針だけなんで,すで通常ならばまあこの適正化法に関しては個数当てがまあ2問とか3問とかになることもまあ,あるわけですけども今年はこの適正化法はこの指針の1問これに関,係関してだけえっと個数当てになってますから。 まあ問題文としては形式的にもあの決して難しくない形になって,る、えー、なっておりますで。あとは指針に関してなんですけども、まあ、これもしっかりと区分所有法ですとか標準管理規約まあ、あとは標準管理委託契約書でしょうかねその内容が分かっていれば答えはさほど難しくなく正解できると思います。はい、そしてあとは問いの47番目、まあ、問いいのの番番目目ですがもう あの管理事務に関する報告、まあ、これは重要事項説明ですとかあとは、えっとそうですね、契約成立の署名の交付、まあ、これらとペアとして理解しておいてもらえばまあまあ試験の問題では出されてきます。まあ、特に重要事項説明ですとか管理事務の報告これに関係する手続きはもう頻繁に引かれてきていますから、まあ、ここをしっかり学習している方は答えは 難しくなくな正,正解を出せたと思いまし、まあ、ちょっと内容を見ていきますとこの47番目の1管理者が管理組合に置かれてるわけですよね、まあ、したがって管理事務の報告をする際にはは説明会はいりませんそれからあと2番目この管理事務の報告をする時はこの管理事務報告書これを作成して報告していくんですが、まあ、その内容はどういうものを記載するんですか まあこれも当然基本的な事項ですからこれが分かっていればえと2番目を正解とすることは難しくないと思いますはいえー、とそれからあとは3番目ですねえー、と管理事組合に管理者がいない場合はえこれ説明会を開催しないといけませんがその説明会を開催するときにまあ説明会いつやるよっていうことを掲示していくわけですでそれも1週間前です、えー、ところが問題文でははその掲示は 1>, 1週間下ってもいいと言ってるか、えー、言っているわけですが、まあ、そんな規定ないよっていうことですよね。それからあとは4番目、管理事務の報告は管理業務主任者をして行わせなきゃいけません。ですからこの問題文に書いてある管理業務主任者でない従業員に報告させたと書いてありますが、もちろんおかしいといことにすぐに気がついてもらえます。ということで47番目などはもう本当に基本中の基本の問題ですから、こういうところは失点をしないようにしてほしいというところでしたね。 はい、それからあとは四十八番目マンションの定義に関係するものです。で、管理業務主任者では実際はそんなに多くないんですけども、まあ、多くの受験生はこのマンションの定義って何ですか？これは学習されてきてると思うんですね。ただ、えー、ここでは三番目四番目、いわゆる団地に関してもマンションとなり得るかっていうことを聞かれているので、まあ、団地をしっかりと理解しておかないと三番目四番目は。 正解を迷ってしまうところですよね。まあ、したがって、その点ではまあ48はやや得点がしづらかったじゃないかなと思われますえー、それに対してあの49番目ですね。49番目管理業務主任者として、えー、っと管理業務主任者に関係する問題で正しいものはどれでしょうか？っていう問題です。1番目などはもうすぐにこれは罰をつけられると思われます。この管理業務主任者賞とま従業員が従業者が。 携帯する従業者証明書これは別物ですから何か管理業務主任者証を携帯していればこの従業者証明書を携帯しなくていいんだということになっていませんので注意しておいてください。それからあとは3番目のところでしょうかねここが少し迷ってしまったと思います。いわゆるる管理業務主任者のの登録をすすんですががその後にに住所に変更があった時は その住所が変更したよっていう届け出をするわけですねで、管理業務主任者となっている方は管理業務主任者証ももらってるわけですが管理業務主任者にも証にもその住所の記載があればそれは一緒に訂正しなきゃいけないし住所が記載されていないんだったら訂正する必要ないですよねしたがってえこの管理業務主任者証の記載事項として住所があるかないか ここをしっかりと分かってないと答えを出しにくかったかもしれませんね。まあ、その点では49番目もそこが分かってるという方はすぐに答えを出せたと思いますし、まあ、そこがちょっと分からないという方は49番目は少しし迷われれたた問題かもしれなかもなったですね、はい、そしてあと最後50番目。えー、っとこれは契約成立時の書面ですでこの契約成立時の書面は特にあの重要事項の説明 と、何か比較をさせて引っ掛けをしてくるものが見受けられています。例えば、あの3番目のところですよね。重要事項の説明は、このマンションの新築マンションの建設工事完了の日からまあ、1年経過する日までの間に契約期間が満了するんだったら、まあ、重要事項という手続きいらないわけです。まあ、だからといって契約成立時の書面も交付しなくていいっていう話にはなってません。 重要事項の説明と契約成立時の書面の交付って別物ですからねしたがって重要事項説明をしなかったからこの契約の成立時の書面の交付もしなくていいなんていう話になっていませんただそこをしっかりと区別しておかないと何かリンクしているように錯覚してしまいますから間違えてしまう可能性はありますよねえー、ですのでまあ優しいといえば優しいんですが微妙な引っ掛けがされているといえばされていますただ えー、そうは言ってもおそらく正解は、まあ、これまでの本試験見ていると、まあ、全般的に、えー、こちらの適正化法に関してはあの得点はしやすかったんじゃないかなと思いますはい、まあ、以上皆さんにご紹介しましたが何でしょうここ、えー、今年の問題に関しては、まあ、設備系はちょっと除きますけども、まあ、法令系それからあとは、まあ、実務会計系に関しては もう基本的な条文、しっかりと理解しておけば、まあ、多少迷うものがあったとしても、正解は比較的出しやすかったんじゃないかと個人的に思われます。まあ、もちろん受験されている皆さんが私が思っているように、あこれが正解だと見つけられたかどうかはもちろん分かりませんけどもね。ただ個人的にはえっ、ー、と先ほど言ったように。まあ、昨年のもら問題と比べてまあ極端に難しくなったとか、極端に優しくなったとは言いませんけども、もまあ、やや感じとしては。 優しいかなというイメージを持っております。皆さんはどうでしたでしょうか。はい、えー、それでは2017年ここが出た管理業務主任者本試験解答速報の、えー、規約適正化法を担当させていただきました大田です。えー、これでえっ、ー、と解説をおしまいにいたします。お疲れ様でした。